はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修司です。はい、今回はですね、資産を全自動で増やしていくために必要な、住信 SBI ネット銀行で必須の設定6つについて解説していきます。はい、前回の動画ではですね、SBI 証券の自動化について必須のね、NISA枠ギリギリ注文とか、課税枠シフト注文。そうですね。はい。っていったものを紹介したんですけども、あれは SBI 証券でね、実際に投資をするっていう段階で必要なものなんだけども、それ以外にも、お金をそもそもですね、証券会社に入金したり、で、また、我々生活口座っていうふうに呼んでるんですけども、給与が振り込まれたり、また、なんかクレジットカードの支払いとか、っていうような、口座から、貯蓄投資のためにですね、隔離をしたり、するわけですね。で、その隔離をされたものから、SBI 証券に振り込んだり、また、積み立て貯蓄をしたり、そういったものをね、銀行のサービスを使ってやっていくんですけども、実はですね、これ、今、銀行のサービスって結構、まばらになってきたと言いますか、解約も続いていたりとか、ありますね。していてですね、すべてのサービスが使えるところっていうのが、少ないわけです。ここでですね、我々が推奨しているのが、投資用の銀行としてはですね、住信 SBI ネット銀行っていうものをお勧めしているんですけども、なぜそれを勧めているのか、とかですね。で、その中でいろんな設定があります。で、それはなぜするのか。で、またその必須と言えることは多分ね、この動画を見ていただいたらわかると思いますので、そちらの方も詳しく一つずつ解説をしていきたいと思います。では、本編スタートです。とにかくですね、まず全体像を把握していただきたいんですね。はい。こちらの図をちょっとご覧いただきたいんですけども、マネセンスカレッジの方で作った画像になるんですけどもね、左側、会社っていうのがありますよね。はい。はい。これ皆さんのお勤めの会社です。はい。で、そこから給与が振り込まれると。はい。で、その振り込まれる銀行はですね、住信 SBI ネット銀行に振り込むことももちろんできますし、他行という場合もありますよね。そうですね。で、多くの会社の場合ですね、従業員に対して、この銀行のこの視点で開設してくださいというような、そんな指定を受けたことって多分あるんじゃないかなと。僕もあります。はい。はい、で、これね、結構こう、中小企業には多いんですけども、大企業もあるのかな。本意としているメインバンクと呼ばれるところでですね、皆さんの口座を作ってもらう。で、会社から振り込む。会社もね、振り込み手数料かかりますから、同じ同行同支店宛てだと無料になるので、そこで作成させてですね、そこに振り込むと。はい。ということは、会社としては振り込み手数料がなくて、ラッキー。そう。で、また、そのメインバンク、メイン支店としては、そこにね、預金が集まるわけですから、手間がなくていいと。っていうので、協力いただけませんかみたいなね。そうですね。そんなことでやられることが多いです。なので、他行口座っていうふうに使っておられる方もいらっしゃるし、実際それが変えられないっていう方もいらっしゃると思うんですね。で、下のケースだとですね、他行の銀行口座から、投資用のね、資金をどうやって運んだらいいかっていうの、結構悩まれるケースが多いですね。そうですね。究極手動ですけどね。そうなんですよ。で、それをですね、自動化したいんです。で、自動化するためにはどうしたらいいかっていうのは、いろいろあるんですけども、まず一つ目はですね、住信 SBI ネット銀行に入金したいんですけど、これ、いちいち振り込むのめんどくさいですよね。で、それを定期的に自動で入金してくれるサービスっていうのが、住信 SBI ネット銀行にあるんですね。で、これ左側のところになります。これはですね、設定すると、決まった日にですね、送ってくれるんですね。そうですね。簡単に言えば、住信 SBI ネット銀行から引き落としてくれるっていうね、そんなサービスです。はい、皆さんもですね、何かの料金の支払いとかで紙書いてですね、これ引き落としてくださいっつってね、届け出出すと思うんですけど、それと同じです。それが銀行と銀行の間でやられるというぐらいですね。この入金はね、即時じゃなくて、一応タイムラグはあるんですけども、4営業日ぐらいですね。これはね、詳しくまた後でお話をします。この代表口座、これ普通預金口座ですね。大体ね。で、この代表口座に入ってきた時に振り分けるわけですね。はい、例えば、仕送りとか、家賃とか、お子さんの習い事の月謝とかの支払いってあると思うんですね。で、そういった場合も、これ自動で振り込んでほしいですね。そうですね。毎月決まった金額だと思うので、この下のところですけどもね、これ決まった金額なので、本当は住信 SBI ネット銀行って投資用口座なんだけど、一部振り込みの機能を使ってもですね、これは決まった金額ですから、入れて出すだけなんで、そうですね。はい。特に気になることはないかなと思うので、こちらも使っていただいたらいいと思います。で、また後でもお話ししますけど、振り込
込み手数料ってかかるじゃないですか、うん、でこれもね、住信 SBI ネット銀行結構簡単に月5回まで無料というものができるので、はい、そうすると多分多くの方はこの5回で十分なんじゃないかなというふうに思います、うん、これがね、定額自動振込ね、これ外に出すものですね。で今度中に入るもの、定額自動振替っていうのがありますね。これはまあ皆さんのイメージだったら積立貯蓄で使う、うんうん、まあ積立定期みたいな、うんうん、ありますね、はい、うん、まあそういったもののもうちょっと高度になったものっていうふうに持っていただいたらいいのかなっていうふうに思います。でこの目的別口座っていうのがね、また別にあるんですけど、最大10個まで作れます、ね、最大10件まで自動的にそこに貯めていくっていうような振り替えって言いますけどね、同じ銀行内でお金を振り分けるという形になりますけども、皆さんの同じ銀行の中に入ってる、これ振り分けることを振り替えっていうふうに言いますが、これがあります。だから例えばここの中で生活防衛資金を貯めようとか、また教育資金として積み立て貯蓄をしようとか、車を買い替えたいから積み立て貯蓄をしようとか、まあこれを期限を決めたりとか金額を決めて進捗とかですね、そういうようなものがグラフで表示されたりとか、そういったこともねされる口座になります。これが目的別口座の機能ですけども、そこに対して定額を自動的に振り替えてくれるというサービスがあります、うん、でまたですね、この住信 SBI ネット銀行っていうところね、下の方には書いてありますけど、 SBI ハイブリッド預金というのがあります、うんうん、これ緑色のところですね、はい、こちらはですね、投資をしない人は基本的に作る必要はないかもしれませんが、うん、まあ我々もね、全世界投資っていうのを推奨しているし、うん、おそらく皆さんがファイナンシャルプランを作れば、普通の貯蓄だけではもう到底足りないことになると思うので、特に若年層の方に関しては、うん、投資の力を使わないと多分将来詰んでしまう、はい、と思うので、でまあここら辺は投資をできるだけまあ活用していただきたいなっていうふうには思うんですけどもね、それを使うためのこの SBI ハイブリッド預金っていうのがあります。でこれ何かというと、ハイブリッド預金でもあるし、SBI 証券の預かり金でもあるっていうような、うん、まあちょっと特殊な預金口座なんですね。はい、ここに入れとくと、SBI 証券はこれ SBI 証券入金があったよってみなしてくれるんですね。なるほど。SBI ハイブリッド預金だけを作ってもそれならないんですけど、他にもう一つサービスをね加えなきゃいけないんですが、こちらについてもね後でちゃんと解説をします。はい、でそうすると非常に便利ですよね、うん。SBI 証券にわざわざ振り込まなくていいってことです。そうですね。はい。うん、もうこのハイブリッド預金の方に振り替えれば、まあそれで十分だと。その振り替えも定額自動振り替えによって毎月毎月その一定金額投資する金額とか投資をするお金としてプールしておきたいっていうようなもので、うん、SBI ハイブリッド預金の中に振り替えてくれる、うん、っていうものができるんですね、はい、はい。これ完全自動です。もうここまで給与が振り込まれてから全てのやつが全自動でもうお金がピタピタピタって、ね、うん、そこに届くということになります、うん、さらに SBI ハイブリッド預金は他の預金のところよりもちょっと金利が優遇されてるんですね。あ、そうですね、はい、うん、この動画を撮影しているのが2023年の11月なんですけども、その11月現在においては代表口座の普通預金では 0.001% なんですけども、うん、このハイブリッド預金に入れておくと 0.01%、うん、正直 0.ってついた時点で、まあ、金利考えなくていいと思いますけども、ゼロだと、はい、まあちょっといいっていうぐらいですね、うんうん、はい、積極的になんか入れとかなきゃいけないとかっていうよりも、まあお金をちゃんと分配しておいた方がそちらの方が利便性は高いですけどね、うん、はい、まあ、今後金利が上がってくればまだ話は別なんでしょうけども、 0.0何%のところをですね、うん、まあどこをやってもですねあんまり変わらないので、まあ、そこはまあちょっと気休め程度というふうに考えていただければよろしいかなと思います。まあここまで全体像をお話をしました、うん、ここで一旦まとめますけども、住信 SBI ネット銀行っていうものを中央に置いた時にですね、代表口座っていうのがあります。で代表口座を中心として入金させるもので、出ていくもので、中で振り分けるもの、うん、まあ、この3つの機能があるっていうことですね、うんうん、はい、それぞれ定額自動入金サービス、定額自動振込サービス、定額自動振替サービスということになるわけですね、はい、でこのように、まあ、お金ってね、まあ、1万円とか10万円とか100万円とかってまとめて置いといたらタグついてないので、どのお金か分かんないっていう ね、 いね、まあ、管理がちょっと難しいと。そう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 、はい、それを銀行口座をねいっぱい作ってもまあねちょっと管理しづらいじゃないですか、うんうん、昔はそういうふうにやってた人もね、はい、いるんですけども、この SBI ネット銀行の中ではもうこれ一つで完結してしまうっていうようなところがあります、はい、はい、これをね使いこなすことによって、うん、全自動で、お金を貯めていく、でまた増やしていくというようなことができるようになりますので、うん、一つ一つしていただければなと思います。でまたこれはね設定が必要です。これ口座開設したらそれが全部自動でやってくれるっていうわけではないので、一つ一つやっていけばね皆さんにもできますから、我々とね今
今から一緒に見ていきたいと思います。ではですね、それぞれのねサービスに分けて必要な設定やお申し込みの方法についてお話をしていきたいと思います。でまずこれはね、住信 SBI ネット銀行が開設されているということを前提としてお話をしていきます。まあそうですね、もちろんね、はい、開設の方法としてはですね2通りあって、直接開設をしていただくというケースと、SBI 証券をもうすでにお持ちの方は、SBI 証券のその情報を使ってですね、あまり書類が必要でないというようなケースで、まあ、SBI 証券から住信 SBI ネット銀行を開設するっていうこともできますので、はい、まあ、どちらか皆さんがね、初めて全部去るっていうことであれば、住信 SBI ネット銀行から作成されてもよろしいですし、投資を先に始めたいということであれば、SBI 証券から開設されたら、まあ、よろしいのかなというふうには思いますので、適宜皆さんの場合に合わせてですね、口座開設をしてください。口座開設がされているというような前提でお話をしていくと言ったんですけども、SBI 証券から住信 SBI ネット銀行を開設する場合、普通 SBI ハイブリッド預金使うよねっていうことだから、ね、同時に SBI ハイブリッド預金を開設することができます。実はですね、住信 SBI ネット銀行、銀行の方から作成した場合はこれ自動では作られません。はい、ログインができますので、そのログインができたらですね、SBI ハイブリッド預金のお申し込みというような形でしていただくということになります。で、この時に SBI 証券、証券の方が開設されてない場合ですね、住信 SBI ネット銀行からも SBI 証券が開設できます。だからどっちを先に作っても、そのデータに基づいて書類を少なくして開設することができるんですね。なので、まあ、どちらから作成されても構わないので、それでよろしいのかなと思います。まあ、なのでご自身の都合のいいようなところで、まあ、やっていただければいいかなと思います。はい、で SBI ハイブリッド預金をですね開設すると、まあ、同時にですね申し込みサービスがあります。預かり金自動スイープサービスっていうものがあります。で、これ何かと言いますと、ちょっと先ほどのね、図に戻っていただきたいんですが、SBI ハイブリッド預金と SBI 証券のつながってる両方ともの矢印ありますよね。はい。この意味になります。はい、買い付け余力の反映とかそういうふうに書かれてるやつですね。そうですね。はい。具体的に何をしてるかと言いますと、SBI 証券にあるお金っていうものは、自動的に SBI ハイブリッド預金に振り替えますっていうサービスなんですね。はい、で、さらに SBI ハイブリッド預金にあるお金は SBI 証券で購入できる買い付け余力として反映してくれますということなんですね。はい、で、まあちょっと投資をしたことがないっていう方が、買い付け余力ってちょっと言葉が聞いたことないと思うんですけども、この買い付け余力っていうのは SBI 証券で投資信託とか株式とかを買える上限の金額っていう意味ですね。はい、通常ですね、皆さんはお金払うの一番最後じゃないですか。商品なんか買うときには、だけどもこの証券会社っていうのは、申し込みを受けてもお金がないっていう場合に困っちゃうので、まずこれ前渡し制っていうで前金なんですね。はい、なので SBI 証券にまずお金を入金して、そのお金の範囲内で購入するっていうことになります。で、その購入できる最大上限、それを買い付け余力というふうに言います。なので SBI 証券に入金しなくても SBI ハイブリッド預金の残高いっぱいまでは購入できると、で購入した場合は SBI 証券とハイブリッド預金で連携してくれて、 SBI 証券の方からハイブリッド預金からお金を引いてくれるというようなサービスになります。はい、でこれ勝手に引いちゃ困るの で、 そうですね、それを引いてもいいですよっていうことを申し込むことが、この預かり金自動スイープサービスというものだというふうに思っていただいたら結構です。はい、でまた SBI 証券で何かを売った場合ですね、売却代金入ってきますよね。これ何もしなければ SBI 証券の中の預かり金というものになるんですけど、これをそのまま置いといても金利はつかないし、まあ、ちょっとね保険の対象でもないので、でそうするとこれを銀行の方に預けておけば、まあ一応預金保険機構の保護下に入りますし、ペイオフ制度のね、まあ、1000万までは保護されるというものにもなるので、自動的に振り替えてくれるというものはこのねサービスだということですね。だからまあここでお話ししているこの2つのサービス、まあ、SBIハイブリッド預金と預かり金自動スイープサービスっていうのは、これ申し込みが必要で、まあ口座開設をしたら自動的に作っちゃうものだと思うんで、まあここまではしっかりとしていただきたいなというふうに思います。申し込みを忘れなくということですね。そうですね、はい、ただまあこの制度が分かってないと、確かに何これいるのいらないの、そうなんですよ、ちょっと分からないので、やっぱり最初のね我々がお話ししたこの図を見て、どこの手続きしてんのかなということをちょっと思い出してほしいですね。はい、でこの SBI ハイブリッド預金と SBI 証券のところですね、まずハイブリッド預金の箱を作らなきゃいけない、で、SBI ハイブリッド預金から SBI 証券の相互の矢印のやつですね、まあ、ここのサービスの設定をするんだよっていうことですね。はい、まずこれをしていただきたいということになります。はい、で3つ目ですけども、まず何はともあれですね、入金したいということなので、これは皆さんの給与口座からこの住信 SBI ネット銀行に持ってこなきゃいけないわけですね。冒頭でもちょっとお話をしましたけども、給与の振込口座っていうのが自由に変えられないっていう方が結構いらっしゃる
らっしゃると思うんですね、うん、なので下の例でねお話をしていきますけども、皆さんが働いておられる会社があります。で給料が当たると、で給料が振り込まれる口座は、まあ、他行の口座です、うん、っていう時に、まあ、例えば積み立て貯蓄をしたい、で積み立て投資したい、この金額決まってますよね、はいはい、これ決まってないと難しいんですよ、まあ、いくら不定額入れたらいいんだろうか、そう、はい、なのでそれをちゃんとファイナンシャルプランというもので作ったりとか、これぐらいしておこうかなというような形で、うん、まあとりあえず始めるっていうのもすごくいいことだと思いますので、始めていただいて、で始めながらちゃんと計算をしてですね、その金額をしっかりと変えていただくという形で、またですね振り込み、まあ、自動振り込みサービスも使えるので、これ無料ですから、そちらの方に振り込む金額も加えた上で、その給与からもうごそって取ってしまうということですね。確かに僕もね結構取ってますね。これはすごく大事なことですね。収入から支出、使ったお金で残ったお金を貯蓄するんではなくって、まず収入から貯蓄を引いて残りのお金で生活するっていう工夫をするということですね、うん、これねやったことがない方は、うん、もう最初絶対に貯蓄を引いてしまったら足りないってことが起きます。なるほど。それなぜ足りないのかっていうことを考えながらですね、うん、もうその貯蓄金額に無理のない範囲でもやってほしいんですけども、でもやっぱ将来のことも不安だし、まあね、で実際にお金をかかることになるので、結局向き合えてないと収入から貯蓄を引いてもですね、これ絵に描いた餅になるんですよ、はいはいはい、でここら辺のねファイナンシャルプランニングについてはですね、うん、我々 QGS というようなお話でしていますので、うん、そちらの方をね参照していただければよろしいかなと思いますけども、やっぱり自分自身に向き合ってない方が多いですね、うん、なのでもうここを念頭にですね、お金のことについて不安をなくす人生を送りたいんだと、自動的にお金を増やしたいんだと、貯めたいんだというようなことで、ここはね考えていただいて、うん、はい、それがうまく習慣化できないという方に関しては、もう自分自身の人生への向き合い方が足りないということなので、そこはしっかりとしていただければなというふうには思います。で、まあ具体的にですね、この引き落としと入金のスケジュール感っていうのはどういうふうになってるかということなんですけど、他行から引き落としっていうのが月に2日設定できるんですね、うん、まあどちらかなんですけども、まあ毎月5日か27日か、うん、まあどちらかを設定できます。これはね皆さんの給与が支払われるタイミングによりますよね。よって考えていただければいいのかなと。まあ、五等日っていうふうに言われますけども、はい、一番多いのが多分25日なのかなというふうに思いますけども、月末の方以外は27日でいいのかな。まあ、月末の方はね、まあ、5日ぐらいがいいのかなとは思いますけどね。うん、はい。で、この2日、どちらか、まあ、自分自身の今日の給与の支払い日からですね、計算していただいて、どちらか都合のいい方を使っていただきたいと。うん、で、これ引き落としました。で、引き落としたらいつ入金されるのか、この住信 SBI ネット銀行ですね。うんうん、で、これ4営業日後になります。通常は午前中に入金されます、はい、ということですね。なのでちょっと4営業日空いてしまいますけど、それでも自動なので、うん、まあ、非常に楽ですね。楽ですね。はい。なので4営業日待ってれば自動的に入金されますということですね。うん、これすごく便利だと思います、うん。これね、手数料かかるんじゃないかと。いや、もうよく聞かれます。お高いんでしょ、手数料。って言われることあるんですけど、定額自動入金サービス無料なんですよ。そうなんですよね。はい。これね、そうなのってよく言われますけどね。そうなんですよ。うん、これ無料なので、使っていただいたらいいかなと。そうそうそう。で、あと金額ですね。金額お話ししてませんでした。手数料は無料です。で、入金金額は1万円以上1000円単位になります。ああ、なかなか細かくてやりやすいです。そうですね。うん、はい。通常はだいたいそのぐらいの単位でされること多いんじゃないですかね。まあ、月謝とか、家賃とか、そういうようなものも含めたとしても、うん、まあ、だいたいそのぐらいの金額、まあ、その1000円単位とかになるのかなと思うので、まあ、そこはね、使っていただければよろしいかなというふうには思います。結構使い勝手いい、はい、いいサービスですので、そちらも合わせて使ってみてください。これね、申し込みが必要ですね。はい。はい、で、さらにですね、うん、他のいろんな口座にバラバラに分かれている場合もありますよね。ありますね。うんうん、はい。例えば、給与口座あるけども、貯蓄している口座は別とか、うんうん、親からの仕送りは別口座とか、ああ、なるほど。まあ、なんかそういろいろね、銀行口座が分かれている場合があります。うん、これね、5件まで無料なんですよ。いや、すごいですよね。うん、便利。そうですね、うん、5個の銀行に分かれていても、それが毎月毎月、住信 SBI ネット銀行に集約されるということもできるんですよね、うんうんうん、はい、これかなり手数料無料でここまでやってくれるとすごいですよね。 それ無料はいいですよね、はい、はい、うん、なのでそこら辺はね、まあ、ご心配なさらず使っていただければなというふうに思います、はい、入ってきました。でそしたら、まあとりあえず支払いもちゃっちゃとしたいじゃないですか、なので定額自動振込サービスですね、うん、こちらの方お話をしていきたいなというふうに思います。日々の生活の中で、まあ、お
支払いっていうのは結構あると思うんですね。まあ、家賃の支払いとか駐車場代とかですね、月謝ね、また仕送りとかですね、そういったものもあるでしょう。そういうようなものが毎月定額で振り込みをするっていう場合があると思うんですけども、これ自動で設定しといた方がいいですよね。忘れなくていいですよね。そうですね、振り込み忘れて慌てるっていうことが一番なんかハッとしますので、そうでまた銀行に行ってとかですね、 ATM でするなんてもうめんどくさくてしょうがないので、こんなもんはさっさと自動化しましょうよってことですね。住信 SBI ネット銀行では10件までこの自動振り込みサービスっていうのは使えます、はい、で1日から31日まで特定の日ですることができます。でまた毎週特定曜日というようなやり方もできます。例えばお子さんに、うん、あの仕送りは送るんだけど一気に使っちゃうと、なのでもう毎週にしたいと。なるほど、まあ、こういう要望もあるみたいですね。細かい要望だな、それ、まあ、これね、もうちょっと金銭教育した方がいいと思いますけどね。もともとそもそも話は出ますけどね、はい、そうですね。でまあ毎週にした場合はですね、土日はね選択できないんですけど、住信 SBI ネット銀行同士の場合はですね、うん、土日に振り込みもできるんですよ。あ、できますね、確かに、はい、あれすっげえ便利です。そうそうそう、もう銀行同士もう本当にネットだから、うん、もうだったらもうコンピューターの中でちょちょって変えるだけなんですよね。はい、だから土曜日でも全然普通に送金できちゃうんですよね。いいですよね。いや、これはねすごいなというふうには思います、うん、休日の扱いですね。その場合は全営業日にするか翌営業日にするのかっていう設定も可能です。まあ、すごく細かく設定できるんですよね、はい、これが住信 SBI ネット銀行同士はもう当然無料です、うん、はい、住信 SBI ネット銀行って住信でついてるじゃないですか、うんうん、でこれ三井住友信託銀行っていうところがあるんですけど、そこの共同出資で作ってるところなのね。なので三井住友信託銀行宛ても無料になります。 なるほど、まあ、あまり信託銀行なのでね、だからね使ってる人は少ないと思いますけど、こちら無料になります、はい、で他の金融機関がほとんどだと思いますけど、うん、そちらの方には一応手数料がかかります、うん、これが振込手数料77円税込みです。これ安いんですよね、業界最安値だと思います。めちゃくちゃ安いですよね、はい、100円未満っていうのはちらほらあるんですけど、うんうん、77円っていうのはここだけかなと思います、うんうん、でさらに金額の代償関係ありません。あ、そうなんですね、もう全て77円。おー、やっぱ安いですよ。でさらに言うと、うん、一番最後にお話をしますけど、うん、スマートプログラムっていうよくあるポイントプログラムがあります、うん、でそれで無料回数っていうのがありますので、うん、その間はもう無料になります、はい、多くの方はもうスマホさえ持っていれば5回までは無料になるので、うん、5回の中に含まれる方はもうこれで全然問題ないかなというふうに思います、うん、はい、ちょっと打足になってしまいますけど、法人口座もかなりすごくてですね、うん、ここ押してますよね、はい、もちろんこれ住信 SBI ネット銀行宛ては無料なんですけど、はい、他行宛て一律145円と、うんうん、これ税込みです。これね、法人で他行宛ての振り込みがこんな安くて済むのはもうここだけです、うん、はい、なのでもう個人でも使っていただいて、法人でもこちら使っていただくのがいいのかなというふうには思います、うん、まあ、もちろんですね、まあ、融資とかそういうことされてる方はメインバンクがあるでしょうから、そちらの方を使っていただいてでいいんですけども、うん、ちっちゃい会社とか自分自身の副業とか、うん、まあ、そういった場合はもうこの、ね、ネット銀行だけで十分だと思いますので、この法人口座も非常に使いやすいですよということで、うん、まあ、お話をしておきました。この振込サービスね、すごい便利なので10件まで登録できますから利用してみてください。またね、図に戻りますけども、入ってきて出ていきました、うん、はい、なので今度は自分の中で振り分ける、ここからね、まあ、本当に自動で資産形成をしていく、うん、ね、資産を増やしていくっていうことの設定になっていきますけども、この定額自動振り替えについてちょっとお話をしていきます。この目的別口座っていうものに自動的に振り替えてくれるっていうものなんですけども、イメージとしては皆さんにとっての積立定期みたいなものですね、うん、定期的に給与から一定金額を積み立て貯蓄していくというようなイメージで使われるものになります。目的別口座ってちゃんと目的の名前書けるんですよね。書けますよね。教育資金とかですね、旅行費用とかですね、生活防衛資金とか、そういったもので分けることができます、うん、金額を設定しておけば何パーセントまで貯まりましたよとか、うん、ランクまでついてですね、ゲージでこう、そうですね、見えますね、はい、はい、まあ、いわゆるモチベーションが保てるようにとか、うん、そこを楽しみながらといいますか、うん、積み立てがね終了すればできるわけですから。でしかもこれ積み立てが 100% になった場合はそこで積み立てを止めてくれるんですね。そうですね、自動的に止まるんですよね、はい、なのでそれ以上積み立てることもないというような形ですね、うんうん、はい、目的がある方にとっては達成感があるといいますか、そうそうそう、はい、例えばディズニーランドに行くというような、まあ、好きな方ね、旅行費用と合わせて10万円ぐらいとか決めていただいて、うんうん、でそれ貯まったら行く、その貯まるまで楽しみというようなね形でやっておられるという方もいらっしゃいます。うちの妹もね結構ディズニーランド大好きだったので、そうですね、うん、はい、でうちのめいっ子ちゃんも大好きなんです。あ、はい、なのでその貯蓄、あ、そうだな、俺そういえばそういう貯蓄してないですねめいっ子ちゃん貯蓄しましょうかね、はい、まあ、こんなようにね自分自身の目的に合わせて目的のその名前をつけてですね、うん、することができます。
ができます。うん、で、さらにですね、うん、この SBI ハイブリッド預金ね、先ほどね、作成した方がいいですよと、SBI 証券と連携取れる口座ですよというお話をしましたけども、こちらにも自動で振り替えすることができます。うん、そう。ちなみにこれ忘れると資産買い付けられないんでね。そうなんですよ。はい、で、この SBI ハイブリッド預金に振り替えさえしておけば、うん、まあそこから自動的に積み立て投資することもできます。はい、もちろんね、SBI 証券の方から銀行引き落としサービスというものもあるんですけども、ね、振り替えはそのままいきなり直接いけます。なので、そちらの方が問題ないのかなというふうに思います。うん、で、振り替えルールなんですけども、10件まで登録可能です。うん、目的別口座が10件で、ハイブリッド預金がありますので、うん、本当は11件欲しいんですけど、うん、まあちょっとこれはキレがいい10件までと。目的別口座10件使うっていうのはなかなかないかもしれないので、うん、多分10件で足りるんじゃないかなというふうに思います。金額としては1円単位からできます。うん、もうすごい細かい金額でできますよね。さらに、毎日、毎週、毎月というタイミングも測れますし、うん、それぞれ別々に何日に振り返るとかっていう設定ができますので、すごく柔軟にすることができます。うん、QGS っていうふうに我々言っていますけども、その QGS の中では、1年以内に使うお金は家計から、1年超のお金に関しては貯蓄投資から支払いましょうというふうにお話をしてるんですね。例えば、1年払いの自動車保険とか、そういったものがあると思うんですよ。それってね、支払った後、その後ずっと積み立ててしていけば、その時にもう全部溜まっていますよね。うん、しかも1円単位で設定できますから、本当にぴったりと合うことができます。それをやってないと払う時に大変になるので、これも先取りして設定してしまうということですね。うん、はい、で、そこの金額全部足した金額を自動入金サービスにしておけば、振り込みもね、あればそれも足していただいて、それを設定しておけば、まあ問題はないということになります。うん、自動入金サービスはね、1000円単位なので、ちょっとそこら辺丸めていただいてもいいかなというふうに思いますけども。うん、まあそういうふうにしておくことで、もう1年単位の支払いも大丈夫だし、例えば車持っておられる方は車検ですね。うん、はい。2年分の車検。まあそれも定期的にかかってくるものですので、それを自動的に積み立てておくと。まあそういったこともできるかなと。うん、で、それを12で割った金額をそこに設定しておけば、もう自動的に溜まっていくということですね。しかも、ちゃんと目的別でね、分けられてますので、はい、いや、これはこのお金なんだなというふうにして、もし使う場合はですね、目的別口座から実際に総合口座っていうふうに振り替えなきゃいけないですけど、これスマホでも数タップでできますので、うん、もう一瞬です。しかもリアルタイムです。で、まあそれ振り替えたらすぐに銀行のね、ATM で引き出すこともできます。はい、まあ私自身もそういうことやったことあります。もう ATM に行って、あ、振り替えるの忘れてたってですね。コンビニ着いた時にちょちょっと変えて、で、もう変えてすぐにもう引き出したいと言った場合にはすぐに引き出せます。うん、はい。もうここら辺はね、もう全然すごい使い勝手いいかなというふうに思います。こちらの方ね、これかなり便利なやつでぜひね、使い倒していただきたいと思います。6つ目になりますけどもね、はい、この6つ目がもうすでに出ている目的別口座。うん、これはまあ名前とかその設定が必要なので、この設定が必要ですよと。ただこれね、皆さん漏れなく使えるやつで、で、使うためには別に特に申し込みは必要ありませんので、ご自身で目的別のこの名前をつけてね、目標金額とか目標の日付とか、そういったものを入れていただきたいなというふうに思います。はい、で、ここまでが6つです。はい、まあ、ここまでやるとですね、まあ、また図に戻りますけど、まとめとしてですね、給与が入ってきて、他行であったとしても、代表口座、この住信 SBI ネット銀行に入ってくることができます。うん、これは定額自動入金サービスというものを使います。で、まあ、こちらの方からまたね、定期的な支払い、これはちゃっちゃと払っておきましょうと。で、しかもこれは自動で、もう設定しておけば勝手に振り込まれますと。10件まで登録できますし、こちらの方のね、無料にすることも、この後ですね、またお話しますけども、スマートプログラムっていうものを使えば無料でできますし、うん、もしそれを超えたとしても、77円とすごい安い金額で振り込みをすることができます。で、また、住信 SBI ネット銀行の中に、積み立てをするための目的別口座というものもできます。で、こちらに自分で手動でね、振り替えるっていうこともできるんですけども、この定額自動振り替えというものを使えば、もう自動的にお金が振り分けられると。で、そこに名前もついてますし、うん、進捗も書かれますので、うん、モチベーションも上がるという形ですね。で、さらに言うと、SBI 証券で投資をしたいと、積み立て投資したいという場合でも、この SBI ハイブリッド預金の方に自動振り替えというものができますので、うん、まあ、毎月3万円積み立て投資したいなということであれば、SBI ハイブリッド預金に3万円を自動振り替えしておけば、毎月毎月購入してくれるという形になります。はい、まあ、ここまで完全自動になります。そうですね、はい、はい。すごい便利なんですよね。うん、で、便利で、しかも今まで全部無料です。そう。振り込みのね、溢れた金額だけが問題、77円。うん、じゃあ、無料で振り込みしたいですよね。そうですね。で、また、ATM から引き出したいとかっていう場合もあるでしょうね。うん、ATM 利用料無料にしたいですよね。なので、スマートプログラムについて最後ちょっとお話をしておきます。はい、スマートプログラム、住信 SBI ネット銀行ではスマプロっていうふうに呼んでますけども、ランクごとにね、回数が決まっています。まあ、ランク1、ランク2、ランク3、ランク4という4段階に分かれていて、ランク1は ATM 利用料が月2回。で、振込手数料無料回数が1回ってなってますけど、これ実質このランク1っていうのはないんですよ。うん、
実はもう皆さんね、口座開設したらもうランク2からスタートします。でランク2を維持するためには、たった一つの設定が必要なんですね、でそれがスマート認証ネオってやつなんですね、これ何かっていうと、スミシン SBI ネット銀行のスマホアプリです。ありますね、はい、それです。それをインストールして顔認証とかね、指紋認証ありますよね。ありますね。で、生体認証を登録していただくと。それだけです。まあ、このスミシン SBI ネット銀行を使うにあたって、アプリは絶対入れると思うんですよね。ネット銀行ですからね。絶対入れるんですよね。はい。まあ、まずパソコン使ってないっていう方が多いし、スマートフォンの方が便利じゃないですか。で、スマートフォンにアプリありますので、すごく便利に使えますので、スミシン SBI ネット銀行のそのアプリ入れてください。で、そうしたら最初にね、ログインパスワードとかあると思いますので、それでそう登録すると、顔認証とか指紋認証登録しますっていう感じで、登録されます。で、もうその登録されたら、皆さんはもうすでにランク2になります。ああ、そういうことですね。でランク2は ATM 利用料は月5回まで無料、で振込手数料っていうのは5回まで無料、でここまで来たら、まあ、多分これで足りると思うんですよ、多くの方は。まあ、少なくとも僕はここで足りてますね。ランク2になるのにはもう本当にスマホにそのアプリ入れるだけなので簡単なんですけど、いやちょっと5個では足りないのよと、10まで行きたいと。そう、例えばお子さんがね複数いて、まあ、習い事もあるのでもうちょっと5件超えちゃうというような方、また仕送りの先もあるのでちょっと5件超えちゃいますというような方は、まあ、10件までは一応行きますよね、でそのランク3なんですけども、ランク3のね要件ちょっと見ていただきたいんです。でまずスマート認証ネオっていうのはもう絶対に必要なんですけども、それプラスいずれかの条件を満たす場合っていうふうに書いてあるんですね。一つは総預金残高が月末時点で300万以上、結構なハードルですよね。そうですね、はい、もう一つは住宅ローンまたは資産形成ローンっていうの、まあローンのね残高があるっていうものが条件になっています、さらにロボアドバイザー、あまり僕らは推奨してませんけども、こちらの方が100万以上の残高がありますよと、もしくは A のうち3点以上ということですね、この上3つはもう無視してください、すごく簡単に A3 点以上が揃うので、 A っていうのは何があるかっていうと、ここに書かれているものなんですよ。ここの中で狙い目は何かっていうと、まず SBI ハイブリッド預金の月末残高が、これは簡単そうです。そうですね。例えば毎月積立投資をするということであれば、最初に設定してしまえば、まあそこに残高があるはずですし、3万円ということであれば、その後もう1円だけ振り込んでおいてください。で、そうすると3万1円になりますから、必ず月末残高であったとしても、まあ1円は残ってますからね。なのでこれは簡単にクリアできると思います。もう一つは給与振込が直接スミシン SBI に給与っていうものが振り込める方は、この給与、賞与、年金受け取り、月内に入金ありというものができます、これ給付じゃないとダメなので、会社がね、まあ、給与振込対応してなくて、普通の振込総振りで振り込み入れてる場合、まあ、ちょっとそれ意味がわからなければそれはそれでいいんですけど、通帳とか振込明細見た時に給与って書かれてない場合ですね、これはカウントされないのでちょっと注意してください、外貨預金ですね、これも狙い目です。月末残高あり、我々は外貨預金進めてないですよ、ただこれをランクを上げるためのお金として、ね、77円払うぐらいなら、まあ、ここの中にちょっと突っ込んどけばクリアできるので、まあ、1ドルでもいいからとか。そうですね、米ドル1ドルだったら1ドル単位で外貨普通預金に入れられるので、まあ米ドルでも別に構わないんですけど、150円ぐらいですかね、一番安いのはラントですなるほど。はい。8円です。いや、はい、そうですね。だから、まあ、南アフリカランドを、まあ、1ラウンド8円。これはもう手数料だと思って捨ててもいいという、多分お金としてですね。まあ、入れておけば、それで外貨預金の残高ありになりますので、これもクリアできます。給与がないよと言った場合に、これ保管を埋めるのが結構難しいんですよね。まあ、なんかカード作れとか、カードローンが必要だとか、スマホ決済 JAL にしなさいとか、デビットカード使いなさいとか、TOTO とかやりなさいとかね、不動産担保ローンしてくださいとか、ちょっと仕組み預金もね、もうこれは全然もうお勧めできないので、でなってくると選べるのはこの純金積立しかないんですよ。でこれ純金積立、実はちょっとお金かかっちゃうんですけど、1000円単位で積立できるんですね。で1回1000円の積立は必要なんですけど、その1000円積立した後に一時停止っていうのができますよ。そんなんできるんですね、はい、で一時停止でもこの月末時点で契約ありに該当しますので、あ、なるほど、はい、これあなたのお金ですからね、別に捨てるわけじゃないので、純金積み立てで1000円積み立てて、でその後一時停止と、ふうにするだけでこの3つは絶対クリアできますよ。あ、そういうことですね。だから給与振込がある方は外貨預金の残高で給与振込ありで SBI ハイブリッド預金の残高あり、でこれ3つクリアですね、はい、で給与振込がない方は外貨預金とハイブリッド預金と純金積み立てで契約あり、なるほど、でこの場合は1ヶ月だけ1000円の引き落としを受けて積み立てをして、そこをしたらもう今度一時停止っていうことができるので、一時停止していただければ1000円でずっと給
キープできます。なるほど。で、10回まで。いいですね。はい。はい、これ、数ヶ月で多分元は取れちゃうと思うし、うん、まあ別に解約すれば1000円相当、まあちょっと値段はね、上下してしまうんですけど、まあここまではいけるかなということですね。うん、はい。で、10件よりも多く欲しいっていう場合は、まあ一応ランク4ありますけど、正直ちょっとお勧めしません。はい。いろいろあるんですけど、うん、まあやり方はね、まあ20件も必要だっていう方は、まあそれなりのお金使ってる方だと思うので、いろいろクリアできるかもしれませんけども、僕はもう他行にしてしまったらいいんじゃないかなと。あ、別に銀行持つと。はい。例えば自分銀行とかですね。ああ。はい。もう振り込みだけに使うと。うんうん。で、自分銀行は何もしなくても振り込み手数料無料の回数がね、2回は当たります。うんので、ちょっとサービスの変更等あるかもしれませんが、まあそこら辺は柔軟に他のやつを使っていただいたらよろしいのかなと。1回分だけですね、この自動振り込みで使って、自分自身の自分銀行に振り込みして、またやってもいいですし、自分銀行はね、定額自動入金サービスもありますので、そこで引っ張ってきて2回やると。で、住信 SBI ネット銀行で10件やるということでもよろしいのかなというふうには思います。まあそこら辺はもうそこまで来たらもうね、他行でもよろしいのかなと思います。ランク3までは結構簡単に上がるので、月10回まで無料ということができますからね、うん、これずっと無料なので、うん、で、仮に1回2回超えたとしても、まあ、77円って非常に安いものですね、うん、はい、はい。ここまでちょっと長くなってしまいますけどお話をしてきました。住信 SBI ネット銀行を使い倒すとすごく便利になります。いやこれね15年前に欲しかったね。うん、そうね、うん、まあ本当ね、うん、ネット銀行なんで銀行がありませんのでどこで ATM あるんですかっていうところですけど、コンビニの ATM ありますからそちらの方から使うことができます、うん。僕はもうセブンイレブンのところが一番使いやすいのでセブンイレブン使いますけど、うんうん、駅にもちょっとあったりとかね、うん、しますので、はい、セブン ATM でやっていますけども、非常に便利です。そうですね、はい。20巻空いてますし、うん、普通の銀行よりも便利ですね。そう。キャッシュカードなくても押せますからね。そうですね。先ほどスマート認証ネオっていうのがありますけども、そちらの方からやれば、キャッシュカードを家に置いてあったとしても、アプリで出金っていうのがあって、うん、アプリだけでちょちょちょってやるとですね、引き出せます。そう。これまた便利なんですよ。もう最初ね、びっくりしました。キャッシュカードなくても引き出せるんだ。そう。この世の中来たんだと。そう、今やそういう時代なのかと。うん。まあ、なので、すごく財布の中身もね、一個軽くなったりとか、そうしますので、うん、まあ、そちらの方も使ってみてください。まあ、使い倒すとすごく便利になりますので、はい、皆さんにおすすめです。これは投資するっていうこと以外でもね、銀行だけでも多分すごくいいことだと思うので、周りの人にもこれ便利だよっていうね、そんな感じで広めていただければなというふうには思います。はい。じゃあ最後になりますけども、マネーセンスカレッジでは、日本人すべての方におすすめできる、全世界投資を学べるチーム 7% を運営しています。ご興味のある方は概要欄をご覧ください。この動画が良かったな、ためになったなと思った方はチャンネル登録、高評価、通知音をよろしくお願いします。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。